邪魔スマイル。3人でやるのが今回初めてで、まあ、突然のことで僕たちもびっくりしたんですけど、やっぱりベイベーは僕たちのこと待ってると思ったんで、やっぱり頑張んないとなと思って。やばい、俺のスプレー固めるスプレーが負けちゃう。めちゃめちゃ固めてきたのに、ちょっと嘘でしょ。台風もレイの考え方だったかな。かっこいいっすね。逆にかっこいいな、慣れてるね。燃えそうです。ショータイム。冬は可愛い感じが好きです。もこもこしたその触り心地がいいニットとかにコートとか絨毯っぽい感じ。絨毯絨毯ね、すごいっすよ今日。俺のこと好き。以上、僕たちはエビチでした。ありがとうございました。開いてないわ、ね、マジでやめて。可愛いの。でもお前それで落ち着くんでしょ。ならいいよいいよ、やってて。ねえ、気持ち悪い。じゃあ俺今からテッタがやってるやつやるから、お前受けてみ一回。やめろお前。お前がやめろよ。お前はじっとしりゃいいよ。もうこうやられるの。うーん、やくん、はいわ。気持ち悪い。ねえ、やめて。分かったから、もう満足いった。まだ行かない、まだ行かない。まだ行かない。と、今まで立川の方でイベントに出てました。ちょっと暗いんじゃない。イエーイ。ちょっとね、今車酔いなんです。酔ってんですよね。酔ってんだよね。あの、たこ焼き以来です。あの、みんなでどこかでこう不安なところもありながらも、なんかみんなでできたんで、それが嬉しかったです。ワンマンをもっともっと頑張ろうって思いました。で、僕たちにはベイベーが必要なんで、これからもついてきてください。ベイベーの方がね、たくさんいらっしゃって、本当にありがたい限りです。やっぱね、こうやって不安だったりね、立川に向けてしたんですけど、はい、温かいコメントのおかげで、はい、あの、勇気づけられ、はい、前を向こうという風に気持ちが変わりました。これからも一緒に、僕たちエビシュと前を進んでいきましょう。ワンマンもあるからね。そう、頑張るんで応援お願いします。12月18日渋谷ミルキーウェイ初ワンマンです。クリスマス一緒に過ごそうぜ。